森塩森塩は、塩を三角錐型あるいは塩水型に盛り、玄関先や家の中に置く風習である。主に縁起活に、薬除け、魔よけの意味を持つ。岩塩などを森塩皿に盛り、塩固めきなどの器具を用いて三角錐や塩水に盛る。敷板が合わせて用いられることもある。日本の森塩の風習は、奈良、平安時代には、すでにあったとされる。 森塩の由来は、神事、曹操儀礼から来たのではないかとする見方がある。曹操儀礼では、葬式後に塩を巻く風習があり、また、神道の方では神棚に森塩を備えるといった風習があるためである。これは、塩が、正常や、生命力の更新といった意味合いがあるからである。日本では、古事記に、海水で溝ぎ払いをした記載があり、これを潮氷という。以下、 森塩の意義を大きく二つに分けると、となる。正確な由来は、暴爆としており、判明としないが、日本においては、真事、仏事としての森塩から一般に広まったとするのが、温当とみられ、中国の個事由来説は、話の面白さのために広まったのであろうと学者間で考えられている。ただ、真事、仏事のどちらが、 根本的な由来かは分からず、広大になるほど両者における意味合いが愛好称し、融合するため、明確には区別がしづらい。森塩は、精神の初代皇帝の柴縁が起源という説もある。柴縁は助食にふけったことでも知られる。三国統一以前の大使9年7月には、象直をもって、女子の婚姻を暫時禁止し、自分の高級に入れるための女子を5000人選んだ。 さらに、クレを滅亡させた後の大野康氏2年3月には、クレの皇帝であった、孫公の皇級の五千人を、自らの皇級に入れた。合計1万人もの救助を収容した広大な、皇級を、柴園は舞を、羊に引かせた車に乗って回った。この羊の車が止まったところの女性の下で、人よを共にするのである。そこで、救助たちは、自分のところに皇帝を着させようと、 実質の前に、竹の葉を刺し、塩を持っておいた。羊が竹の葉を食べ、塩を舐めるために泊まるからである。この塩を盛るという孤児が、日本の料理店などで盛り塩をするようになった起源とも、言われている。なお、一万人の女性といっても、孔などを世話する女官などの数も入っているため、実際に、芝園が一万人の女性を相手にしたというわけでは、ない。ありがとうございます。